南米親側、節足動物門昆虫盲腸目ヤ画家に属するが、別名南米オシロ路下場、中央アメリカ中部から南アメリカの赤道付近にまで分布する。世界一羽が長い画として知られ、成虫の前羽を広げると25センチメートル、大きいもので30センチメートルにも達する。羽面積では、与那国産の仲間に劣るものの、前羽の長さでは、 ヨナグニさんをしのいでいる。体色は茶色味がかった白色で、羽も白く、その羽には波状に茶色の模様が重なっている。羽の裏側は逆に黒っぽく、白と黒のコントラストで構成されている。後羽は少々赤みが混じり、薄いピンクに近い色も混じる。透過に飛来し、その大きさに驚かされることがある。飛び方がコウモリに似ており、 そのコウモリが自然界では天敵となっていることからコウモリに似せて敵の目を欺いて身を守ると言われている。生態紹介図幼虫は熱帯ウリンの紅葉樹を食べて成長する。巨大な体になる分、その大きさも10センチメートルを優に超え、食欲も非常に旺盛。体色は黒い色に薄青がかった帯が輪のようにかかり、白い線が走る。 頭部は黄色、キトイの色は赤色で、ビブには、スズメガ類の幼虫のような微妙突起が出てくる。眉は、木の幹に似た色合いをしており、それで捕食者から身を守っていると思われる。成虫は夜間に活動するが、後期が発達しており、花や樹液を吸うと思われる。産卵は、木の頂上の管付近で行い、黄色い海上に産み付ける。ありがとうございます。